新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ということで、おかチャンネルのおかちゃんです。新年一発目の動画はヨドバシカメラで夢のお年玉箱を買ってきたので、開けて中身を見てみます。今回のコンセプトは、コンセプトと言っていいのか分かりませんが、実際に店舗に行ってみんなが買わない売れ残っている夢のお年玉箱の中身は実は良いものなんではないかという検証をやってみます。それで今回その中から選んだのはメンズウォッチの夢を選びました。これの他には Bluetooth イヤホンや高倍率ズームコンデジ、360度カメラ等がありましたが、値段が高かったりイヤホンは自分は使わないので、今回はこの時計を選びました。だらだら喋っていってもしょうがないので、箱を開けます。自分は11時前に店舗に行ったのですが、あわよくば GoPro が残っていれば買っていたのですが、考えが甘かったです。売り切れという文字が貼られていました。中身はこのように入っていました。なんだかここに保証書在中と書いてある茶封筒が貼ってありました。このような保証書カードが入っていました。箱の中に入っていた商品は全部で5点入っていました。メインの時計は最後に見て、他の4点を見てみます。まず最初はこの白い箱を見てみます。この白い箱は75659と書かれているシールが貼ってあるだけで、他は何も書かれていません。中身を出すのに苦労しましたが、ベルトが入っていました。メーカーなのか商品名なのか分かりませんが、このような表記がされています。クラビン、クレインでいいのか分かりませんが、このような表記がされています。それでここにリバーシブルと書かれていますが、このベルトの表面は黒になっていますが、裏返すと茶色としても使えるようです。75659が商品名なんですかね。バーコードのとこにも書かれていました。値段を調べていたのですが、さっきのはメーカー名で読み方がカルバンクラインでした。全然読み方が違いましたね。それで値段はだいたい3000円から4000円ぐらいの商品みたいです。このベルトは日常で普通に使えそうですね。次はこの茶色い段ボールを開けてみます。これはセイコーのこのような時計が入っているようです。中身は時計本体と単三電池2本、説明書が入っていました。まあ当たり前なんですけど、ちゃんと動きました。それでここにこのような点滅があるので、電波時計も入っています。ようやく電波を受信したので、外観を見てみます。まあ一般的な目覚まし時計ですね。一番の特徴は目覚まし時計の音量を変えられるところです。まあこれも日常で普通に使えますね。続いてはこれを開けてみます。箱には松阪レザーと書かれています。多分これはペンケースですね。外観はこのようになっています。ここにも松阪レザーと刻印があります。ものすごくどうでもいい情報ですが、チャックは YKK です。残りはこのような注意書きが入っていました。ペンケースの素材は本革でできているようです。次はこの箱を行ってみます。箱にはこのような印刷がされています。読み方はちょっと分かりません。外箱を取るとこのようになっています。中の箱を開けてみると、このようなペンが入っていました。一応下にも何か入っていますね。さっきの箱に書かれていたのはシェーファーと書かれていたようですね。このような紙が入っていました。ペンの外観はこのようになっています。非常にシンプルですね。これは普通のボールペンですね。
まあ普通にかけます。それでは最後にメインの腕時計の箱を開けます。もう箱に書かれていますがシチズンの CA4385-80E という腕時計が入っています。箱の外観はこのようになっています。ここにシチズンのロゴが入っています。中の箱はこのようになっています。ここのシチズンのロゴ以外は何も書かれていません。それでは開けてみます。中を開けるとこのように入っていました。腕時計本体と説明書や保証書類が入っていました。腕時計本体を見てみます。腕時計本体の見た目はこのようになっています。文字盤がこのようになっていてなかなかかっこいいですね。ベルトも金属製です。それでここに希望小売価格の値段が貼っていますが税別で3万8000円もするようです。実売価格はまだ調べていないので分かりません。時計の裏側の刻印はこのようになっています。取扱説明書は日本語と英語それと中国語で書かれています。この腕時計はエコドライブがついているのでソーラーパネルで充電しながら使えますが電波時計機能がついていないので少々面倒です。それとこの値札の裏にはフル充電で9ヶ月稼働クリスタルガラス10気圧防水と書かれています。正直自分は腕時計の知識が全くないので今回の時計が当たりだったのか外れだったのか全く分かりません。もし腕時計に詳しい方で当たりだったのか外れだったのか分かる方はコメント欄にコメントをお願いします。しばらく太陽に当てて充電したので時刻を設定します。説明書では12ページ13ページでは時刻の設定14ページ15ページではカレンダーの設定方法が書いてあります。ぴったり時刻を合わせたい方は時報やインターネットに接続されている状態でのパソコンでの時計の表示デフォルトの設定ではインターネットの時刻に合わせられているので正確です。それか現在契約中のスマホの時計表示も正確です。これもデフォルトだと基地局からの電波で合わせられています。今回は Windows パソコンの時計表示で合わせます。タスクバーのここをクリックするとこのように出てきてここに時計表示が出てきます。時刻設定をする場合秒単位で設定する場合はここの秒針が一番上に来た時にここのつまみが2段階に引けるのですがその2段階目にします。そうすると時計が止まります。この状態でここに出ている時間の1分後に設定します。それで56分になったらこれを一番奥まで押し込みます。これで設定完了です。注意としてはここに24時間表示があるのでこれを間違えないことです。次は日付の設定をします。日付の設定はこのつまみを1段階引きます。それでこのつまみを半時計回りに回すとこのように設定できます。目的の日付に来たら押し込むだけです。これで設定完了です。14ページにも注意書きがありますがカレンダーは31日まであるので3月、5月、7月、10月、12月には再設定が必要です。電波時計がついていないのでここら辺が面倒ですよね。あとこの腕時計にはクロノグラフという機能がついています。簡単に言うとストップウォッチですね。この時計では最大59分 59.8 秒まで測定できます。秒針のメモリが5分の1なので0.2秒単位で測定できます。この長い針がクロノグラフの秒針でこの小さいのが分単位の表示になります。この上のボタンがスタートストップボタン、下がリセットボタンになります。使い方は簡単です。秒針のメモリも1秒ごとと5分の1で刻んであるものがあります。それ以外での便利機能は蓄光機能もあります。
蓄光は暗くなる前に光を当てていないといけないのですが、ついているだけでも便利ですね。今回買ったヨドバシカメラのメンズウォッチの夢の自分的算定を出してみました。腕時計の定価は38,000円、実売価格は分かりませんでした。だいたい2万円くらいかな。カルバンクラインのベルトは約4,000円、セイコークロックの目覚まし時計も見つけることができませんでした。多分1500円くらいだと思います。松坂レーザーのペンケース約5,000円、シェーファーのボールペン約1,000円。今回自分が出した自分的算定は31,500円でした。このように考えるとお得だった感じがします。今回は思いつきでヨドバシカメラの売れ残っていた夢のお年玉箱メンズウォッチの夢を買いましたが、自分的には満足です。実を言うと今までまともな腕時計を持っていなく、時間をスマホで確認していたんですよね。これでそれっぽく身だしなみができそうです。で、先ほども言いましたが、自分は時計の知識が皆無で何も語れないのでこれで終わりますが、当たりなのか外れなのか微妙なのか分かる方はコメント欄にコメントをお願いします。今後は時計のことについては動画にしないかもしれませんが、パソコンや修理動画を不定期にアップしますので、今後の動画が気になる方でチャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録をお願いします。今回はヨドバシカメラで売れ残りの夢のお年玉箱を買ってみたという動画でした。